さあ続きましてここからはですね、山形愛の武将隊演舞でございます。山形県の魅力と文化を惜しみなく PR してくれる楽しいトークに勇ましい演舞とメリハリの効いた演出で皆さんが笑顔になっていただくことがとても印象的でございます。今からおよそ400年前、豊臣秀吉の亡き後、群雄割拠の騒乱した時代、歴史を彩り戦国の世を駆け抜けた偉大な武将たちが今よみがえる。愛のため、義のため、そして今よみがえる山形愛の武将隊。山形県の魅力と文化を熱い魂に乗せて存分に伝えて感じていただきたいと思います。山形愛の武将隊の出陣です。
隊の武将隊、山形県そして米沢市の公式戦国武将隊である。なれば早速本日真の者威勢よく名乗りを上げよう。おお、上杉の外交役須坂つつまの神影塚にございまする。国は有州小村にございます。上杉の道の者杉原日立之助近則です。おはようございます。越後に言われ会津を経て米沢へ至り、主君上杉開発校を支えし米沢発展に寄与いたした。それがしは上杉家筆頭家老直江兼続である。よいしょ、ありがとうさんじゃ。さて我ら山形愛の武将隊、2010年7月29日から活動開始して今年で14期目となりました。ありがとうございます。大手長かったな。長かったの。あ、山形の観光の魅力を伝えるべく日々出陣しております。このオータムフェスティバル2023東北6県文化祭に参陣できたこと心より嬉しい思っております。お客人方々、今日は最後まで楽しんでまいりましょう。ぜひぜひ。そして会場の中、先ほどからですね、風に乗ってとてもいい匂いも漂っております。そうじゃな、香りよし味よし、皆で大いに楽しんでまいろう。これ皆も一緒に。おー、いやー、川崎の民どれほどおるかな。はい、ありがとうさん。じゃあ宮城県にお住まいという方。あ、やはりお姉さん杉原殿、宮城の多摩は民は乗りやすくていいな。なんてそういうの。いやーどうも、本当は好きなんでしょ。祭り好き、にぎやか好きの民だからな。本当はじゃあ、分かった、なんて言ってみ。本当はそんな民も好きなんでしょ。ありがとう、大好きです。ただこういうに祭りが好きになったり、イベントが好きになったのは、これはわしの思うところ、400年前からそうだったんじゃないかなと。なるほどな。ことのつまりは、お客人今ここにおって、わーって賑やかにやってくれるじゃろ。もっとそういうの好きだったやつがいるんじゃないかな。見てみろ、あの場所、自己主張の強さ。隠れてねえわ。すんげえ出てるわ。だ、日本で一番有名な4文字だわ、多分それ。めっちゃ、あー、ということでな。お祭りは好きですか。今あれ、今あの知ってる使っちゃいけない言葉全部並べてみました。ということでね、伊達っ子じゃなくて伊達っ子ね。伊達という言葉、今でも使われてるものね。だな、例えばどんな時に使う伊達。あ、伊達、何、伊達メガネ。伊達メガネ、はい、拍手、出てきました、伊達。あとは伊達じゃない。もう一歩前に出て行ってくれ、そういうのは。ここでグリーンで、せーの、伊達じゃない。バカみたい。すごい。そうですか。ちょっと待って、伊達である。まんまでございます。復活されたね。いや、杉原太郎、伊達なんていう言葉結構昔から使われてるけど、他に何かあったかな。ね、あったんだけどね、忘れちゃった。でもね、これ伊達入りとか、伊達入りとか、あとほら卵焼きも、あ、そう、伊達巻き、伊達男よ、伊達男。いや、ちょっと待って、卵焼きもそれこそ伊達男っておかしいだろ。伊達巻きよ、クッションがあっただろう、伊達巻きの。いや、じゃあ伊達巻きね、これからの季節、あと1月、2月、どうして会いたくてしょうがないか、このおじさんを信じしよう。そうか、ちゃんと一緒に見てみようか。はい、はい、ということでね、その伊達巻き、伊達にまつわる言葉ってのは古くからこの広告にあるんだけどもね、なんかだんだん初めてのお使いみたいになってきたね。これもこれでいいかな。秋っていう行楽の季節だから楽しい感じになってきた。で、我ら山形愛の武将隊もの、何撮ってんの君。人の話を聞きたい。誰か。ありがとう。今一番いいなって言葉です、これ。いや、でもな、この山形愛の武将隊は本日は朝は大体5時6時ぐらいに、詰め所というところを出発いたして、この会場を目指してきたわけじゃ、移動にすると約1時間ぐらいかなといったところで、途中山々、栗子、峠、トンネル、東北中央自動車道、東北道、いろんなところで色づいてきて、もうめっきり秋だなと思っとった。で、この会場到着したら、みんな、あちら側の畑は見た。畑見た。コキアの畑。コキア畑が。なんていうの、コキアの畑って。
コキア畑でよろいのは。ああ、そう、草畑みたいな感じね。コキア畑がすごく綺麗。見た人。おお。じゃあちょっと拍手の大きさでどっかで聞いて運営の人に教えてあげよう。マックスで綺麗だった人がすごい大きな拍手で。まあまだなと思ったらぐらいで。じゃあちょっと拍手の大きさでコキア畑綺麗だった人。おお。すごいね。すごいすごい。待って待って、いやいや、すごいのはいいのよ、ま、満足したみたい。よく泣き合わせたね。お前スイバルおじさんにも拍手。泣きそうなものわしの足貸すからの。で、このスターもでもね、やっぱりね、泣き合ってくれたのもありがたいね。ありがたいな。本当ありがとう、協力してくれて。でもね、今日はご家族連れで来ていいイベントじゃから、大いに泣いちゃっても OK。危ない、もうダメだ、泣きそうだと思った大人の大きいお友達、ここにオレンジのおじさんいますから安心して胸を貸してくれる。しかも今回はね、今回はもう紅葉みたいな色合いが2人揃っちゃって。あ、そう、私たち紅葉なんです。え、新緑。あ、こちら、ちょっと近寄ってもらって、近寄ってもらって。あ、待って待って待って、ちょっと鮮やかさが足りないんじゃないか。何鮮やかさ。親方様、ちょっと中に中に、ここにここに入って、ここに、はい、じゃあここに、はい、これがですね、日本の秋です。お、オータム何になっちゃったんだろうね、これね。紅葉見に行こうよー。本当に川崎分かったんじゃないかな。笹船甲賀本日、本日、川崎でしていいんですよ、私帰っていきます、ね、ね、はい、じゃあご退場いただきましょう。お疲れ様です。笹船甲賀本日、泣いております。泣いておりますさっきの。はい、ということでね、山形への武将隊もさまざまこの秋に向けて活動を行っております。山形、わしらの故郷も芋煮が今いい感じになってきております。さようでござる。先月には日本一の芋煮会という芋煮会も山形市の方で開催されました。直径6メートルくらいの大きな鍋だね。鍋でかますのが大変だから、ショベルカーでガーッとやるわけでござるが、このショベルカーも純気の油を使う。食べたくないじゃろ。だからマーガリンを使って純気の油にして、こうやって。じゃあわしはね、純気ってマーガリンって動くんだなって。あの姿は本当に日本一を彷彿とさせる、あの姿だもんで、今年はもう終わってしまったが、来年機会があったらぜひ山形にお越しください。そして、もう一度芋煮会だけではなくて、県内各地でいろんな人が河原でのろしを上げておるのかと思えば、みんな芋煮会やっとるから。いやー、そうなんじゃね。やってますからな。なんかカウデンだがさ、いやいや、もう一回行こうか。じゃあテイク2行こうか。小村、はい、テイク2出してあげて。あ、はい、テイク2。テイク2、今日だな、おい。入りづらい、入りづらい、入りづらい。よーい、山形の今には伊達じゃない。マイクの入り方が伊達な感じがするけどな。どんどん顔に。芋には味噌だけね。やかましい、醤油に豆腐じゃ。味噌と豚だ。今はマイクの力をわしに宿っておるんじゃ。まあまあ、しかしな、これら食べ物であれが美味しい、これが美味しいってお話できるの、これいいことじゃね。わしの経験から言おう、お城がある町、お城がある県は料理が美味しい。殿様がおるから美味しいお酒も生まれて、味噌や醤油、そしていろんな料理が美味しくなってくる。かくいうあの御神も今から400数十年前、ご飯と言ったらこの人みたいな、きっと家臣の家にしゃもじ持って出かけてたんでしょう。え、いや、そのぐらい。いや、分かんないけど。いや、分かんないけど。違う、ドメスケみたいになっちゃった。あの人も、もうすごいね、いろんな文化を残してあげたというところでね、ぜひ今回初めてこの地域来たという方は、故郷の文化、ああ、宮城の文化、川崎の文化も楽しんでいただければなと思うとおる次第。最後に我ら山形の武将隊から一つだけお知らせをさせていただこう。わしらの顔を見てくれ。今ここに来る前から一つ二つの戦を置いたような顔をしておらんか。ありがとう。私事を発表させていただこう。昨日の夜中、いや違う、今日の12時とか1時くらいの時間、山形の武将隊13年間を使った詰め所、引っ越ししました。無事に終わった。ありがとうございます。ありがとう。本当に私のことでね。いや、でもおかげでつきものを解いたような顔になって、今日のイベント楽しめるね。いや、このイベントっていうのはね、たくさんの方の笑顔でできとるから、また一つ来年もまた集まれるように
誓いを立ててまいろう、はい、そしたら侍の儀式勝ち抜き、あ、勝っちゃった、侍の儀式勝ち抜きを行ってまいろう、誰は坂殿、なればそれがしより勝ち抜きの作法をご説明させていただきます。伊達じゃねえなやりづらいな、やりづらそうだな、総大将がえいえいと申されたら皆は拳を元気よく上げておおおとおお2回でお答えくだされ、これを3回繰り返してまいりまする。なれば直江様、スイバラ殿、1回だけ練習いたそう、はい、わかった、よいか、我らの勝ち抜きは伊達じゃないんじゃ、よいじゃ上杉龍じゃ、言うか、伊達じゃないんじゃ、うっさいよいか、わしがえいえいと申したらおうおうじゃよ、おうおう、よいな、いざ参る、えいえい、おうおう、かたじけない、一つだけ足りないものがある。藩主を見つめて勝ち時をあげよう。今日はめでたい日じゃからな。海なら笑顔を届けてやってくれ。なれば参ろう。これより勝ち時じゃ、おのおの方、立ちおめされ。おお、さあ会場の客人方々、拳を召され。元気よく参りましょう。伊達政宗公、中止。それでは参ろう。おのおの方、いざ、えい、えい。おうおうえいえいおうおうえいえいおうおうこの方立ちおさめおうおさむれ公感謝いたします。そして皆も見事な勝ち抜きにござった。この後演舞をご披露いたす。この演舞は共に盛り上がる演舞じゃ、ぜひ手拍子をお願いいたす。元気よく参ろう。そして演舞の最中も勝ち抜きがござれ、えいえいと申したらおうおうと力強く答えてくださり、よいかな、あいさまいる、健在Thank you.
客人よ、わしは夢を見た。この場所にまた来年も皆で笑顔で会える。いい夢じゃった。実現していこう。未来へ共に。おしかしまだまだ祭りは続く。わしらの後は宮城川崎県庁警護施設だ長谷倉連れ長隊の皆様の演舞でござるぞ。いや盛り上げていこうの。どうじゃわしらと伊達武将隊の盛大な前座役みたいなもんだからな。役みたいなもんじゃやろ。皆で、大いに盛り上げていきたい。ただの長谷倉連れ長殿の演目、本人のわーって盛り上がる部分もあるんじゃけども、心空っぽにして当時こんなことがあったんだな、その会場その時代に入っているような気持ちで見てほしいんじゃね。感動ひとしおじゃと思うておる。ぜひはこの後もぜひお楽しみくだされ。また会場でお会いいたそう。二つばかり案内を。この後すべての舞台演目が終わった後は、あそこの赤い伊達ちゃん、伊達政宗公のあの辺りで物販が開かれ申す。そしてその後14時30分頃はあちらでホラムシャ合戦参加、ぜひやってみてください。これはの始まる直前にこの夢泊まれ形式でやる人って声かけます。ざっくり入ってください。そうだな、参加費は無料でござる。そしてまたルールも簡単でござるから、ぜひ多くの方と一緒に楽しく侍の文化を体験していただきとうございます。この間3歳の子もやってたね。やっとったな。わしもボコボコにされました。ありがとうございます。それではまた会場でお会いいたそう。こたびはこれにてごめん。さらばじゃー、さらばじゃー。ありがとうさまー。